事件の舞台となった坂下門第一次坂下門乱入事件とは1971年9月25日に東京都千代田区で発生したテロ事件。1971年9月27日より昭和天皇はヨーロッパ諸国7カ国を歴訪することになった。日本の震災欲は天皇制イデオロギー利用による反動構成と捉え天皇法を阻止を固合し、 皇室に対するテロ攻撃、いわゆる、反皇室闘争を激化させていた。皇宮警察本部は、法を直前まで、護衛警備本部を設置して、組織挙げての限界体制で取り組んだ。宮内庁、庁舎1971年9月25日午前11時55分頃白の女王用車が皇居坂下門前に乗り付け、警視庁丸の内警察署坂下門見張り所に、 発煙筒を投げつけ、そのまま坂下門に突進してきた。警視庁の警戒線が突破されたため、航空護衛官は直ちに車両を阻止策を門に置き、不審者を停車させた。車の中からは犯人4人が飛び出し、発煙筒を投げつけたり、ヌンチャクを振り回して航空護衛官に襲いかかった。そして皇居内に侵入し、200メートル先の宮内庁庁舎に向かった。 皇宮警察坂下護衛所の皇宮護衛官24人と追跡してきた警視庁警察官2人は宮内庁中央玄関で4人を取り押さえた。犯人は拘束後も黙秘していたが、中核、沖合、天皇法を球団と書かれた白のヘルメットを被っていたことから中核派の構成員とみられた。その後の調べで犯人は沖縄出身者で中核派系組織、 沖縄青年委員会構成員の成人3名と少年1人と判明した。犯人グループに未成年がいたことから、裁判は少年とその他3人に分離して行われた。1972年3月、東京地方裁判所は少年に懲役2年6月を言い渡した。その他の3人については1975年3月に懲役3年が言い渡された。 ありがとうございます。